はいどうも皆さんこんにちは、ひよちきチャンネルうぷぬしのひよだです。さあ今回も東方位相決やっていきたいと思います。まあ今回もというかね、今年もですね、明けましておめでとうございます。2022年もひよちきチャンネルおよびにまあその動画投稿についてね、よろしくお願いいたします。初手から雑。はい、ということでね、新たにね、年も変わって初実況かっこまだ年明けてない時に実況してますけれどもはい、明けましておめでとうございます。なんだろうな、あれの区分がわかんない。ボイスロイドなのかゆっくりなのか、そういう感じのね、まあ機械音声って言えばいいのかな、ああいうのは。そういう系のね、実況雑談的なものとかもね、投稿していきたいなと考えておりますので、そちらに関してもね、よければ見てくださるとと思います。すでにね何個か作ってはいますけれどもね、まあ相変わらずの雑さです。はい、もうね、僕は雑でいいと思うそんな堅苦しくねやって、毎回身構えてやると続けられなくなってしまうというね、こともあると思いますし、疲れてるときは無理をしない。で、無理はしないが、無理しない限りでは頑張るっていう感じですね。ちょっとした時間、ボケーっとしててね、もうほんと疲れててボケーっとしてるのはありですけれども、なんかもうただぐうたら日常を過ごしてるぜ、ひゃはーみたいな感じのときには、あ、そうだ、少しは。去年とは違うんだぜというところをね、見せてやろうぜということでね、頑張っていこうということを、まあ今年の抱負としていきたいと思います。できるかどうかは、来年のね、明けおめのこの動画、来年も位相決続いてるんですかね、多分続いてますよね今年進んでる量すごい少ないですからね。まあそう考えると来年もまあこの動画でね、よろしくお願いいたしますという感じですけれども、いやー、気がつけば長いことなりましたよね。この東方位相決の動画もね、まあもともと始めようと思ったきっかけがあれですね、僕のインターネットのところの友達がやってみっていう風に言って、あ、そうなの？じゃあやりますって言って始めたのがきっかけなのでね、そこをきっかけとして始めたにしては本当に長いこと続いてるんじゃないかなと改めて思いますね。いやー、惰性ではありますけれども長く続けているこの状況はすごいんじゃないかな。まあ知り合いのね、実況者さんも何人か辞めてしまってる現状ではありますしね、ちょっと悲しくはありますが、僕はね、もうゆっくり緩やかにね、続けていきたいと思います。あとは来年こそはね、僕のもう本当にゆっくり実況者と間違えられるようなこのチャンネルアイコンをね、変えたいなと思ってます誰かいいやつ書いてくれませんかねと思いつつもね、自分の顔は自分で書くべきじゃないかというね、考えもありますし、いろいろ複雑なものですね。さあ、本当に雑談しか話しないな。ゲームの話一切触れてない。いやー、まあ、いっか。年末からね、堅苦しくやるよりは、こんな風にね、やっている方がいいでしょう。もう中身はない。いや、中身どころか、いつも中身なんてそんなのないですけれどもね。まあ、それでもね、続けていこう。願わくばね、他のゲームも実況できるぐらい、体力つけたいなとは思いますけれどもね。現状今やっているこのシリーズだけは何としても完結まで持っていきたいですね。今がエクストラエリアの14。エクストラエリア自体は一体何個まであるんですかね。おっと、携帯のダブルタッチのところが反応してしまう。エクストラエリアの15って見た記憶があんまりないんですよね。14で終わり？これでね、終わったらなんだろうね、この PH エリアとか、HL エリアとか、イベントエリアとかね、そういう系統に行くんじゃないかなとは思いますけれどもね。
まあそうですね、パッと見エクストラエリアってここで終わりなんですかね。14、そう考えるとさ、まあかなりの時間はかけましたが、今現在見えてるこの地図のうちさ、もうなんだろうね、8割くらいの、7か8割くらいをねクリアしたと考えると、遊び尽くしてる感ありますね。いやー本当にね、制作者さんのカナタさんにはね頭が上がらないですね。もうパート数も凄まじいですからね。多分っていうか絶対ね、東方異想結を投稿している実況者の中ではパート数トップじゃないかな。すごいですよね、そう考えると。パート400とかね、自分ですら見ないですよこんなの。本当にね、たまにねこの実況を見始めた方が最初の方からね見始めてますっていうね、ゆっくりと最初から見てみますっていう方がねいるんですよ。ありがたいことですけれどもね、本当にゆっくりでいいのでね。見るまで凄まじいですよね。1本10分だとしても400本ですよ。恐ろしいですね。もう1日超えてるんじゃない？ 24 時間。まあそう考えると本当に積み重ねってすごいですね。キャラクターも増え、僕の語りはね拙くなり、そして、動画の本数は増えというね、まあ上がったものもあれば下がったものもありますね。はい、まあこんな感じでいいんじゃないでしょうか。いいのかな。まあ今年も改めてね、今年もよろしくお願いいたします。それではここまでのご視聴ありがとうございました。2022年もひよちきチャンネルおよびに東方異想結の動画のご視聴よろしくお願いいたします。それではじゃあね。